ホタル石レンズ、またはフローライトレンズとは、素材としてホタル石を用いたレンズのことである。形石レンズと間違えられるのを防ぐため、ホタル石レンズと読むこともある。ホタル石は、軽量で、透過率や屈折率の波長分散が極めて小さく、透過波長領域が広い。この異常部分分散性を利用し、通常の光学ガラスと組み合わせることで、 非常に色収差の少ない光学系を作ることができ、高級な光学機器、特にカメラ、顕微鏡、望遠鏡、半導体ステッパーなどに用いられる。顕微鏡用としては1837年にはビュースターが天然化粧を使用しているが、大型の結晶を得るには、ホタル石を高温で誘拐し再結晶化させる人工結晶作成技術を待つこととなった。 一眼レフカメラ用望遠レンズにおいては、極光学工業が1968年に実用化に成功している。また、天体望遠鏡においては、高橋製作所が1977年に90回型鏡頭を発売するなど、いち早く取り入れた。現在、工業的に使用されているのはすべて人工結晶である。欠点としては、効果である、傷がつきやすい。 急な温度変化に弱い、懲戒による曇りが生じやすい、コーティングが難しい等が挙げられる。このため、最前群には、使用が難しかったが、コーティング技術の発達と低価格化により、これらの欠点も小さくなりつつある。ありがとうございます。